hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, my love was out of control. I've been going crazy without you, so long. はい、皆さん、こんにちは。カラフルスタイル、山田文雄です。見てください、キッチンカーですよ。競輪をね、PR するために、豊橋競輪場の食堂さんとちょっとコラボして宣伝をしようと話してたキッチンカーです。めちゃめちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。はい。こんな色、どうですかこの色。ワインレッドですよ。はい。めちゃめちゃ目立たないですかこれ。これ何を売るんですか、はい、これですか、たこ焼きです。たこ焼きですか。たこ焼きです。作り方をまた教えてもらいながら、本当にね、お客様に喜ばれるようなたこ焼きを作りたいと思ってます。専務本当に作ってくれましたね。そうなんですよ。最初ね、本当に軽い気持ちでこの話は専務と話したんですが、まさか本当にね、こんな立派なキッチンカーを作ってくれたので、もう僕らももう協力しかありませんよね。金子さん、もう協力して頑張りましょう、はい、ね、全国の競輪場のファンの皆さんに少しでもね、覚えてもらえるように頑張りたいと思います。で、今日ですね、専務が来てくれてますので、じゃあ呼びたいと思います。専務、よろしくお願いします。はい、どうもお願いします。お願いします。専務、立派なやつをできましたね。ありがとうございます。めちゃめちゃいいですね。そうですね、はい、いろいろこだわって作らさせてもらって、はい、そうですね、もう見た感じ、はい、もういろんなこだわりがもう見てすぐ分かります。ありがとうございます、はい、なので今からちょっと専務に中とか、はい、いろんな周りをちょっとね紹介してもらいたいと思いますので、いきますか。お願いします、はい、お願いします。はい、さあ、段差があるんで足場もちゃんとあるんですよこれ。なかなかね乗りやすいように、はい、これやっぱり大きいですもんね、もう見た目から。この入り口もなんかそうですね、で、あっておしゃれで。じゃあちょっと早速上がりますか、はい、じゃあいいですか、上がっちゃって僕も、はい、はい、お邪魔します。なんか家みたいですね。家みたいな感じで。すいません。じゃあいきなり、いきなり、まあ、綺麗ですね最初。はい、めちゃめちゃ綺麗。新品なんで。新品なんで。冷凍、冷蔵庫、冷凍もあるんですか。冷凍もあります。冷凍と冷蔵です。そうですね、タコ、はい、タコが冷凍じゃないと。そうですね、ですね、もしタコ焼きやるのに。まず開けちゃいますか。はい、こちらがもう本当新品っていうか、まあ本当新品ですね。これが冷凍庫ですね。で、こちらが冷蔵庫になりますね。はい、まだ使ってない。はい。これからこの中にいっぱい食材が入るんですね。これからは。で、次ですね。もうちゃんとこれ。乾燥シンク。はい。シンクもあって、もう手洗い専用と、はい、こっち食材。そうですね。あの洗い物だったりとか。その辺はね、はい、きっちりやらないとダメなんで。はい。で、水もこの水っていうのはどこに。こちら、はい、ここですか。200リットル。200リットル入ります。入ってるんですか。200リットル、まあまあすごいですね。そうですね、これだけでももうほぼほぼ多分200リットル使うことはまずないですよね。ないですね。ああ、で、その200リットルをこれ使って、その使った水はこちら排水タンクに、はい、今この下に、はい、排水のたまります。タンクがあってここに流れる。そうですね。それはもうその都度終わったら。終わったら、そうですね。あの外の方から流せるようになるんで。流せるようになってるんで、はい、まあ、ここにずっと溜まってね。そうですね。ところないですね。はい。いやもう、今のキッチンカーってすごいですね。そうですね。もう何から何まで。まあ、キャンピングカーみたいな。もうキャンプも全然できますね。ですよね。はい。これは。で、そこは何ですか。ここなんですけども。はい、ここにプロパンガス。ああ、そうです。ガスがなければ焼くことできませんもんね。今日、はい、安全のために外してきちゃってるんですけども、はい、ここにな2本、あ、プロパンの方が2本入ります。入るんですね。はい、あ、十分ですね、これだけスペースがあればね。はい、まあ、でこの上にもいろいろ置くことはできるよね。置くことはできる。もうこれは台ですよね、はい、台でもう机
作ったやつをここで入れたりとか、そうですね、やったりするんですね、はい、それはここの上って何ですか、向こうなんか棚がありますけど、こちらの方が、はい、物置になってます。物置、この何、はい、でも置けるんですね。そうですね、基本のパックだったりとか、はいはいはい、置いていくスペースになります、はい、そうですね、もうこれだけスペースあれば、はい、もうスペースは十分ありますね。そうですね、はい、じゃあそう回りまして、さあこれが来ましたね、本番はね、これがたこ焼きの、たこ焼きの機械、機械です。いやー綺麗ですね。まだまだ、まあ今もうやっちゃってるんで、はい、汚れもやっぱり出てきてますけど、はい、いやここで焼くんですよね。焼きます。これ熱いっすよね、今の温度見てみます。今何度ですか。おお、 42.8 度。こんなか通りでめちゃめちゃ見てください、おるだけでこの汗です。めちゃめちゃ熱いです。でここで火使ったらもっとですよね。もっと熱くなりますね。えこれって、はい、エアコンとかってあるんですか。実は、はい、後ろにエアコンあります。これなればでもいいと思いますが、それでも暑いんで、まあそうですね、はい、いやでもトナイトでは全然違いますもんね、はい、いやこれはすごいっす。はい、いらっしゃい。こんな感じで僕らはね、このたこ焼き作ると思うんですが、こんなんでいいですよね、大将ね。そうですね、これもう元気よく、うん、はい、ね、売れば、はい、ってことですよね。今後ですね、たこ焼きの作り方を教えてもらいながら本当に販売をね少ししたいと思ってますので、これからもちょっと作り方もね、はい、教えてもらえると嬉しいんで、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、でここもめちゃめちゃ暑いんですよね。そうですね、暑いんです。で外も日差しが多分すごい強いじゃないですか。はいはいはい。で、まあお客様がこうやって目の前にいるんですが、はい、もう直に日が当たっちゃうで暑いなと思うんですが、実はですね、はい、何があるんですか。こちら出てくるんですよ。マジですか。はい。じゃあちょっと外行って見させてください。はい、わかりました。お願いします。よろしくお願いします。はい。これを使うんですね。そうですね。これを使って。で、おー、すごい。そうですよ。うわ、もっとすごいいっぱいですね。もっと僕簡単なやつかなって思ったんですけど、はい、めちゃめちゃしっかりしてますね。そうですね、はい、これでうわ、もう完全に隠れちゃって、はい、涼しいですね。あとこちらで支えがあるんですけど、はい、あ、この足場があるので、これがおお、こっちに安全を本当に考えてるんですよね。これ雨とか降ったりとか風とか触れてこないように、こっちも両方、こっちもそうですね、はい、もう準備万端に、はい、なっていきます。いやもう本当にこんな立派なやつを、はい、用意してもらっちゃって、はい、本当に感謝しかありませんけど、僕たちね選手は競輪のね、はい、PR をしたいので、はい、まあ選手もそう思いもあって一緒にね、はい、このまだこれから名前がつくんですよね。そうですね、名前がついて、はい、まずね柄がついて、はい、名前ここで言っちゃっていいですか。じゃあ言っちゃいましょうか。言っちゃいますか、名前、はい、何ですか名前。和田子。和田子、はい、皆さん和田子だそうです。これからね、はい、たこ焼きの和田子が競輪場の中とか、はい、いろんなとこで販売をしてくるんですよね、はい、そうですね、はい、で早速、はい、9月の1日から豊橋競輪場の場内の方でこの和田子が販売するということですね。はい、豊橋競輪場の中にはね、いろんな売店さんがいっぱいあるので、そちらもいろんな楽しみに来てもらって、その中で和田子も食べてもらえると嬉しいと思います。でその時ですね、地元選手も来てくれるっていう話なので、はい、一緒にやらさせてもらっていいですかね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう選手もね、多分喜んでやると思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、このね、和田子移動販売、はい、あの今後もですね、もしよければ全国回りたいなっていう思いもね、ありますんで、はい、全国の競輪場でもし呼んでもらえるだったら、はい、行っちゃおうかなっていう案もありますし、はい、もう本当いろんなコラボしながら、僕たち今キャンプもやってますし、キャンプとのコラボもいいですよね。やりたいです ね本当にもうそのいろんなことをちょっと考えて、はい、いろいろとやりたいと思いますので、 YouTube の方で報告してきますので、皆さん楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。頑張りましょう、はい、本当に頑張りましょう。こんな立派なのができたので
本当にちょっとすごい楽しみなんで。そうですね、はい、楽しみながら。そうですね、たこ焼き以外もやりたいですね。何か考えできるんですよね。はい、できます、できます。かき氷はやっちゃいますか。やっちゃいますか。暑い、ね、暑いんで。そうですね、まあ本当楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。